どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね JFK 国際空港に来ております。でですね、今ここからですね ANA の飛行機に乗って羽田空港までね帰ります。で本来ですねこのニューヨークのね今回の滞在、ニューヨークからこの日本にね帰国便なんですけども、もともとはですね ANA ではなくてユナイテッド航空のビジネスクラスをね当初抑えておりました。で抑えていたんですけども、あの外国人の受け入れをね禁止するっていうのはねオミクロン株が流行ったことによって日本政府がね発表して、それでですねあのユナイテッド航空のねこれ成田行きなんですけども、ニューヨークからこれがね欠航になるかもしれないっていうね話をいただきまして、まあ、それはちょっとね帰れなくなるのもめんどくさいなと思って、あの ANA のねデスクの方にお願いしてですね ANA のね便に切り替えさせていただきました。ちょっとね欠航のリスクがあるとですね、あのまたね予約取り直さなきゃいけなくなっちゃうんで、まあ、それはそれでね面倒くさいなというふうに思っておりまして、今回ですね ANA の方でね帰りたいと思います。で今回ですねもともとユナイテッド航空の方のビジネスクラスを抑えておりましたので ANA にね振り替えさせていただいたわけなんですけども、今回もねザルームで帰るというふうになりますんで、まあ、こちらもね2年ぶりのザルームっていうふうになりますんで、まあ、行きはスイートできて帰りはザルームということで結構ね贅沢に今回ね利用させていただきます。ということで2年ぶりのねザルーム楽しんでね行きたいと思います。で時間がですね結構早めにねあの余分に時間を取ってきておりましたので、チェックインできるのがですね3時間前なんで14時なんで11時、あとね30分ぐらいねあるんですよね。まあひとまずねもうねすぐそこが ANA のねカウンターっていう風になりますんで、まあ、そこら辺にねベンチあると思いますんで、そこら辺で待ってねチェックインしていきたいと思います。ということで、まあ、ここねあの最後の難関っていうか、まあ、ここでね PCR 検査の陰性証明書とかを出して、まあ、これで無事ね搭乗できれば、まあ、日本に帰れると、まあ、その後、まあ、隔離とか待ってますけどね、まあ、ここはね最後の肝という感じなんでかなりねビビっております。まあ、大丈夫だと思うんですけどね、ちゃんとあのPCR 検査もね受けて、日本政府のねあれももらってきておりますので、まあ、ひとまずねあと30分ぐらいねチェックイン始まるまで待ちたいと思います。では行きましょう。それではですね待ちエリアに着きました。ちょうどねここはね右左側にねイベリア航空のカウンターがあって、そのこの後ろにですね ANA があるという感じで、まあ、ちょうどねここに椅子がありましたので、ここであと30分ぐらいですかねチェックイン待ちたいと思います。それではですね無事出国審査を終えまして制限エリアに入りました。ということで今ねちょっと軽く空港内を回ってるんですけども、まあ半分ぐらい閉まってますかね、半分ぐらいはやってますけど、化粧品のお店とかねそういうのはちょっと閉まってる感じですかね。でも免税店もやってますし、うん、食べ物屋さんもやってますしね、まあ、そんなにこのターミナル大きいわけじゃないんですけども、こういったねキールズとか、あとあれなんだろうな、いろんなディオールとかね、あとジョニー・ウォーカー、あジョニー・ウォーカーの専門店あるんだとか、ここはやってないですね。この裏はねやってるんで、多分ね入り口がこっち開いてないだけだと思うんですよね。でこちら免税店、ここもちょっとやってない、こっちもやってない、でもこれも反対側から多分入れると思います。でこちらもやってないですね。でもこの、 機内でねよく使うようなものはやってると。で食べ物屋さんはね向こうでダンキンやってて、ここのバーはやってないですね。でこっちの小物とか食べ物とか売ってるところはやってますね。てな感じでしょうか。そうですね、これで一周かな。あ、ここがレストランになってるんですね。
でもここのレストランはやってないですね、うん、やってない。でこっち側はもう行けないのかな。そうですね、うん、っていう感じです。まあでも全然やってないのかっていうとそうでもないですね、うん、だいたい半分ぐらいですかね。半分ぐらいのお店がやってて半分ぐらいのお店がやってない感じですかね。ということでひとまずどうしましょうかね。アラスカ航空のラウンジ行ってみましょうかね。ちょっとプライオリティパスで、ね、入れると思いますんで行ってみたいと思います。その後ね ANA のラウンジ行きたいと思います。ここのフードコートはほとんどやってないですね。でですね、あれだったんですよ。チェックインの際にね驚いたことに陰性証明書あるじゃないですか。私12月の、7日のフライトで、12月の5日にね検査を受けて陰性証明書もらったんですよね。なんとね病院の方に書いてもらったんですけども、病院の方はね日付を1日間違えるっていうね、これじゃ乗れませんって最初言われて、マジかよってなって、ターミナル1に今日すぐできるやつがありますみたいな多分300ドルか400ドルか500ドルみたいな感じで言われて血の気引きましたよね。まあお金出したらね帰れるっちゃ帰れるんですけど、いやもう170ドルぐらい払って、まあ、今回のね検査受けてますんで、いやびっくりした。まあね結局私の受けたところの病院の人が書き間違えて日付をね1日丸々日付を間違えて、いや本当にね良かったです。もともとの原本ね見せたら、あ OK みたいな、 CA の人良かったですねみたいな感じで、グランドスタッフの人が良かったですねみたいな感じで、いや本当にね良かったです。ということでアラスカ航空の、ね、ラウンジとりあえず行きましょう。いや本当にね寿命縮まりましたね帰れないかと思いました。それではね中入ってきました。めっちゃ懐かしいですね、はい、未だにパンケーキマシンはあります。それとリンゴと、これ飴かな、あとコーヒーとスタバのコーヒーですね。あとコーヒーマシンもあります。でこちらにクッキーとサラダ類ですね。あとこっちにねこれスナックですかね。あとねパンとかこんな感じでなんか作れる感じなんですかね。はい、いただくことができます。食べ物はね以上ですかね。でねコーラとかそういうものはこれで飲むことができます。お酒は有料なんですかね、ちょっとよくわかんないですね。やってんのかな。でも誰もいないから多分ね呼べば利用できると思うんですけど、どうなんでしょうか。とりあえず飲み物いただきましょう。それではね取ってきました。間違いなくねこれはパンに挟んで食べるものだと思うんですけど、とりあえずね野菜がめちゃくちゃあったので嬉しいです。ということでこれはねバニラのコーラですね。はい、こんな感じになっております。ではいただきましょう。それではいただきます。こっち側のラウンジはねやはりプライオリティパスで入るラウンジっていう風になりますんで、日本人の方はね一人もいらっしゃらないですかね。あこれうまい、レモンコーラうまいですね。めっちゃレモンが効いてて炭酸は抜けてますけど抜けてますけどね。ではいただきましょう。ゆで卵、うん、このねサルサルドレッシング、うん、あこれめちゃくちゃうまい。作り方とかちょっと書いといてほしかった。めちゃくちゃうまいです。このあと ANA ラウンジじゃなくてブリティッシュエアウェイズのラウンジ行きますんで、ここではね、まあ、ちょっと食べて向こうに着いたいと思います。とても美味しかったですね。ちょっと飛行機見ましょうか。これ何航空だろうな、分かんないなこれ。見ただけじゃわからない。この機体どこの航空会社でしょう。ちょっとあれですね、こうやって海外の空港だと見たことない航空会社見れるんでいいですね。でこっち側にはジェットブルーですね。機体は何だろうな、ちょっと
ょっと私はねこれ見ただけじゃ分かんないですね。いやでもこんだけね結構ねはっきり見えますんでめっちゃいいですよね。フライトの時間までねバッチリ飛行機楽しむこともできますね。それでは ANA ラウンジ行きましょう。それではですね ANA ラウンジ入ってまいりました。こちらねちょうどバーカウンターの前側の、ね、エリアなんですけど、いやね半分以上はねもう仕切られて入れなくなってますね。はい、非常に残念ですね。でまたね冒頭にも言ったと思うんですけども、ファーストクラスラウンジもね閉まっております。まあ、知ってる方もね多かったと思うんですけど、まあ、ラウンジに入る時にANA のね係員の方にカップラーメンをねお願いするとカップラーメンいただけたんですよ。でそれでコーヒーマシンかなんかのねお湯をね入れて、まあ、食べれるということで、まあ、知ってる人は知ってて私もね毎回利用してたんですけども、残念ながらねそれもね利用することができないっていった形になります。いやねちょっと閑散としててかなり残念ですね。まあ、こればっかりはね、まあ、しょうがないですね。ひとまずですね食事いただきたいと思います。それではですね、いやお酒はねめっちゃ豊富にありますね。スパークリングワインとかもねあるんですね。これはいい。でクランベリージュース、トマトジュース、アップルジュース、オレンジジュース、グレープフルーツジュースですね。めちゃくちゃ豊富にありますね。でこちらはバーエリアです。ジャック・ダニエルとかジョニー・ウォーカー・レッド・ラベルとかいいですね。ビールはこれどうやって飲むんですかね。あ、ビールは瓶なのかもしれないですね。でこちらにコーヒーマシンがあります。あ、やっぱりビールはあれですね、瓶ですね。でこちらがホットミールです。パスタで野菜炒めでサラダですね。でこっちがアメリカっぽいスナックですね。いやいい、懐かしい。でこちらにコーラとスプライトをありますね。ハイネケン、おブルックリンラガーとかもありますね。これはいいですね。ちょっと後で、ね、いただきたいと思います。ということで食事取りましょう。それはですね、いただいてまいりました。ちょっとね、さっきの画像もちょっとね、ピカピカ入ってたかもしれないです。申し訳ない。ひとまずラウンジに入って、今ね、この座席に着きました。ここはね、こんな感じで、この左の奥にね、食事エリアがあって、そのもう一つ奥にね、大きいフロアがあります。でもそこだけですね、利用できるの。はい。で、その先はね、もう完全に閉められてますね。で、ミニストローネとトマト、ブロッコリー、あとパスタ、あと炒め物ですね。ちょっとがっつりねお腹空いたのとあったかいものをねいただきたくて、こちらいただきます。でこちらねグレープフルーツジュースですね。非常に美味しそうです。いやいいですねラウンジのご飯は。ではいただきます。さすがにラウンジなだけにあって、しかも ANA ラウンジ、まあ、なのか、まあブリティッシュエアウェイズのランチでもそうなってるのか分かんないですけど、めっちゃ消毒液ありますね。はい、もう本当にねニューヨークは全然なかったんでね、はい、とりあえずグレープフルーツジュース、はい、でね聞いたところによるとシャワーのサービスはねやっているということなので、ご飯食べたらね浴びたいと思います。ミネストロー、うん、具沢山でめちゃくちゃうまいですね。ソーセージです、うん、ブロッコリーですね。非常に美味しいですね。これのブロッコリーとかトマト、このなんだっけパプリカとか、これはね味付けがされてないですね、うん、なんかソースみたいなのありましたけど、まあ、私はあんまりドレッシングとかもともとつけないんでね。これなんだ、パスタ大きい、うん、中にクリームチーズがめちゃくちゃ入ってますね。これめちゃくちゃうまい。でもめちゃくちゃカロリー高そう。ザ・アメリカって味がしますね。
なんか昔こんなに充実したホットミールがあったイメージないんですけど、まあ、時間帯にもよるのかな。でも今日私の便2時で、今でも今ちょうどお昼時なんだ、12時だから、そういうのがあるのかもしれないですね。なんか今までいただいてたやつだと本当になんか簡易的なチキンの煮物なんかそんな感じだった気がするんですけど、パスタとかあったかな、なかった気がするんですけど、やっぱ時間帯なんですかね。いやこれめちゃくちゃうまい。ぜひ皆さんこれ今度お食事時に行かれたら食べてみてください。めちゃくちゃうまいっす。てな感じですかね。ひとまずね、サクッといただいて、シャワーにね浴びたいと思います。あの帰りはね14時間半のフライトで、その後隔離施設、なんか今私がちょうど帰るのが12月7日なんですけど、ちょうど昨日のヤフーニュースとかで、水際対策の強化で成田空港に着いてから、まあ私羽田なんですけど、着いてからホテルに行くまで 10時間なんかかったみたいな、そんな記事もね見ましたんで、ちょっとさっぱりした環境で、ね、日本帰りたいと思います。ということでシャワールーム来ました。こんな感じになってます。いや懐かしいな、こんな感じだったかももう覚えてないですね。はい、結構広いんですよね。でこちらにボディーローション、あ違うハンドローションとかだな、あとハンドウォッシュ、まあこれはハンドソープですね。でね、入り口で私と歯ブラシとあれをもらったんですけど、シェービングクリームじゃなくてヒゲ剃り、まあ、それ以外にもねデオドラントとかももらえるみたいですね。で洗面台はこんな感じになってまして、タオルがここにあって、でシャワーブースですね。結構大きいですね。はい、ということでちゃちゃっとね浴びたいと思います。いや空港の中ねやっぱり暑いですね。はい、では浴びましょう。お湯が出ない、やばい。シャワーから上がりました。これね温度かなり低いっすあれこんな低かったかな、なんか低かったって言われたら低かったかもしれない気がするんですけど、かなり温度低いですね。最初上がった時寒かったです体冷えちゃって、ちょっとね髪の毛乾かして、この歯ブラシもらったんですけど、すごくないですか、もう靴磨きかっていうぐらいのねこの長さねアメリカっぽいですよね。ということでちょっと髪の毛乾かしてね出たいと思います。それではラウンジに戻ってきまして、せっかくなんでねブルックリンナガーねいただきたいと思います。これが飲み放題ってのはやっぱすごいですね。うん、いただきます。あブルックリンラガーですね、結構苦めなんですけど私は結構好きです。なんか癖になる味っていう感じですね。ちょっとここにこれを食べてきました。これ何なんだ、ポテチですかね。ポテチですね、うん、結構量が入って、うん、シーソルトとビネガー味、非常に美味しい。めっちゃビールに合いますわ。それではですね、あとねフライトまで1時間ぐらい、1時間10分ぐらいですかねありますので、ちょっとゆっくりしてですね、仕事ね持ってきておりますので仕事ねしたいと思います。いや非常にいいですね、うん、久しぶりにこのブリティッシュアウェイズのラウンジをね使えたのもかなり嬉しいですね。それではね時間になりましたので搭乗ゲートに行きたいと思います。ちょっとねビール1本飲んだらね顔真っ赤かになっちゃいましたね、恥ずかしい。今回ね6番ゲートということで、まあ、こちらは多分ねいつもと一緒だと思いますね。2年ぶりのねザルームいいですね、楽しみですね。まあちょっとねユナイテッド航空のねビジネスクラスちょっとね残念な部分はありますけども、まあこればっかりはねしょうがないですね。ということで、ああちょっと見えないかな、ちょうどね
このバーのね右側の方でもうあのトリプルセブンがね見えておりますんで、見えそう。はい、今日の乗り換えはこちらになります。トリプルセブンですね。いやいいですね。今はね搭乗ゲートにもう着きましたんでね、もうしばらくここら辺で待ちたいと思います。本当にアメリカの空港とか海外の空港って本当に斬新ですよね。みんなやることが普通にね、地べたに寝て待ってる人もいますね。ちょっと私はトイレ行ってね、ここら辺で待ちたいと思います。それはですね、今回ね私ダイヤモンドメンバーということでグループ1位となっておりますんで、今ね呼ばれましたんで行きたいと思います。はい、お願いします。それではね、ファーストクラスいらっしゃらないんですかね。私がダイヤモンドメンバーで一人で、後ろからもね誰も来ないんで、もしかしたらあれかもしれないですね。帰りの便もファーストクラスは誰も利用なしなのかもしれないですね。ありがとうございます。おめでとうございます。お待ちいたしておりました。おはようございます。おはようございます。9、10。よいしょ。はい、はい。お客様でいらっしゃいますか？よろしくお願いします。ありがとうございます。今何か必要なものとかお困りのことなどございませんか？大丈夫です。いつでもお知らせください。ありがとうございます。あと日本に入国の際のスルーこちらにお書きいただきました。はい、機内で全て検疫を完了していただくようにこの当局の方から指示が来ています。わかりました。着陸までにですね。はい、了解しました。ではまたいつでもお知らせください。はい、ありがとうございます。ということで無事ね搭乗することができました。今回ね 11A という座席ですね。窓側になっております。でこちらですね、ボーイング777-300 です。まあ、こちらね行きファーストクラスでしたけども、帰りはねビジネスクラスザ・ルームという風になっております。いやー行きねザ・スイート利用させていただいて、まあ、ザ・ルームね今回利用していただくということで、まあ、こちらのね比較なんかもねできたらなと思います。でもね横幅はね広いですね。ザ・ルームも本当に横幅は広いで、ここの足元部分はねちょっと違うっていった形になってるんですけども、まあ、ここら辺もねちょっとまた後でね紹介していきたいなと思います。でアメニティはねこちらグローブトロッターのこの色かわいいですね。前回ブルーもらいましたけど今回はこちらゴールドになってます。であとこちらスリッパですね。スリッパはこちらプレミアムクラスとね国内産のやつと一緒ですね。あとこちらがヘッドホン、まあ、こちらお借りするやつですねてな感じになっておりまして、こちらからね、座席からね、モニターを見るとこんな感じになってます。やはりねあの比べちゃいけないのかもしれないですけど、ザ・ファーストとねもうモニターの大きさはねもう雲泥の違いですね。あちらは43インチモニターで、これ何インチだろうな、多分30インチぐらいですかね。はい、やっぱりねザ・スイートのねモニターのでかさはねやっぱり本当にね迫力があるぐらいでかかったんで、やっぱり大きかったんですね。でですね今はですねこちらの税関の紙とは別にこういったね誓約書っていうのをね書かされます。でそれ以外にはですねこちらにねアルコールシートが置いてあったり、もうここら辺ね特にもうエチケット袋以外はね入っておりませんね。でこちらにねモニターがありまして、こちらタッチパネルになってるのかな、なってると思いますね。はい、で今回ね 11A ということで窓側寄りの座席となっております。で今ねちょうどブリティッシュエアウェイズのあれもねトリプルセブンっぽいですね止まっております。それ以外にはちょっと奥にねもう1機2機3機ね見えるんですけど、ちょっと機体はねあれですね見ることができないですね。はい、ということでお分かりいただける通りですね、こちらエンジンがねなんていうんですか手前に向いてますよね。一応この座席はですね後ろ向きの座席になるんですかね、進行方向とは
逆の座席というふうになりますね。はい、こちらね、なんていうんですかね、正面向きの座席だとね、ちょっと窓が遠くなってしまうんですよね。まあ、そういうこともありまして、今回ね、後ろ向きの座席をね、チョイスさせていただいております。ですんでね、エンジンはね、こっちに向いてるんですけども、私の座席はね、こっちに向いてると。まあ、後ろ向きっていう感じですね。まあ、こういった感じですかね。まあ、機内のね、細かい部分はまたね、離陸してからね、お見せしたいなと思います。ということで、約ね、14時間半のフライトですね。楽しんでいきたいと思います。ザルームもね、十分広いですね。うん。てか、ザルームの方が横幅広いのかな？そんな気がしませんか？もしかしたら横幅はザルームの方が広いのかもしれないな。なんかそんな感じがしますね。まあ、このザルームのね、この横幅の広さね、本当に前のね、2019年に乗った時も言いましたけども、本当にね、ここに足が伸ばせて、まあ、ここに、ね、クッション等々があって、本当にね、家にね、いてソファーに座ってるみたいなね、まあ、そういった感じでね、くつろげる感じなんですよね。これがね、本当にいいです。うん、こういった感じで、ね、ザルームもね、いいですね。結局ね、ザスイートも良くてザルームもいいっていう感じですね。いや、でもやっぱりいいですよね。うん、ということで、まだね、搭乗したばかりなので、しばらくね、飛行機が動くまで待ちたいと思います。いや、行きファースト、帰りビジネスってめちゃくちゃ贅沢ですね。本当にリクマイラーになって本当に良かったなと思う限りですね。それではもうしばらくね、飛行機が動くまで待ちたいと思います。でですね、シートベルトはね、3点式なんですよね。ここをこうつけて、ここに引っ掛けて、これをここにつけるという感じで、よいしょ、よいしょ。あ、じゃあオレンジジュースを。ありがとうございます。すいません、置いといてください。ありがとうございます。手荷物は決められた場所以外に手荷物を置かないように。こういった感じでね、3点式になるんですよね。これね、ザルームとザスイートのね、大きな違いっていう風になっておりまして、ザスイートはですね、3点式じゃないんですよね。普通に横だけなんですけど、ザルームはですね、この3点式がね、採用されているっていう風になりますんで、普通にね、2点止まってるよりかはちょっとね、圧迫感が、ね、あるっていう風になりますんで、ここはね、ちょっとね、人それぞれね、嫌だと思う方もね、いらっしゃるかなと思います。で、今ね、こんな感じでウェルカムドリンクですね。はい、オレンジジュースにしました。先ほどちょっとね、ビールをいただいて顔が赤いんでね、抜きたいと思います。うまいですね。ということで、まあ多分ね、おそらくね、搭乗率もかなり低いと思いますので、まあ、ゆっくりね、利用できるのではないのかなと思います。それでは飛行機の動くまでもうしばらくね、待ちたいと思います。
無事離陸しました。この時間のフライトだとどうなんですかね。日本行きのフライトだとマンハッタンは見えるんですかね。確か見えなかった気がするんですけど、ちょっとこれも方角とかによって変わりそうなんで、見れたらいいですね。いやー、ありがとうニューヨーク、また来ます。それではですね、早速ね、機内食が始まります。メニューがね、配られてまいりました。まあ、機内食のね、詳細は、まあ、公式サイトで、ね、見ていただければ出ておりますので、まあ、詳しくはね、紹介いたしませんけども、今回ね、ちょっと日本食にね、飢えておりますので、和食をね、チョイスさせていただきました。で、着陸前のね、食事なんですけども、でこちらは、ちょっとね、和食にしようかなと思ってたら、エビが入ってるということで、一風堂のラーメンにね、させていただきました。それとね、バーベキューチキンのホカッチャ、こちらをね、まあ、着陸前にいただこうかなと思います。いやね、行きのね、動画見ていただければ分かる通りですね、行きめちゃくちゃ揺れたんですよ。ですんで、ちょっとこの帰りの飛行機ね、そんなに揺れないことをね、本当に祈っております。本当にね、行きグロッキーになるぐらいね、揺れましたんで、そこだけね、ちょっとね、心配している部分はあるんですけど、とりあえずね、あんなに揺れない、ちょっとぐらい揺れるのは大丈夫なんですけど、あんなに揺れないことをね、祈るばかりですね。ということで、今からね、機内食いただきます。それではね、機内食始まりました。まずね、トマトジュース、レモン入りでいただいたのと、こちらですね、こちらがですね、くるみのキャラメリゼとアーモンド、モッツァレラチーズと野菜のマリネっていう風になっております。こっちがくるみで、こっちが野菜のマリネですね。はい、オシャンティーな食べ物ですね。このピンチョスでいただくんですかね。はい、ということで、いただきたいと思います。それではいただきます。まあね、ちょっと見ていただければね、分かる通り隣もいないですし、その後ろもいないですし、ここの座席で何席ぐらいのかな、多分 2,30 あると思うんですけど、4人ぐらいしか座ってないですねということで、いただきたいと思います。ではトマトジュースです。レモン入り、しょっぱなトマトジュースって言ったら、お客様アルコールはいいですかって聞かれてしまいましたね。まあ、ちょっとね、私今回の機内の中でちょっとね、髪は取りたいなと思ってるんですけど、編集作業をね、終わらしたいなというふうに思っておりまして、ちょっとは寝ますけど、編集頑張りたいと思います。ですので、ね、ちょっとアルコールはある程度目処が立たないとね、やめようかなって思うのと、やはりね、息の揺れねまじ揺れでね、アルコール入ってたら本当に危なかったと思いますので、ちょっとね、セーブしつつ楽しんでいきたいと思います。何ですかね。いただきます。野菜のマリネなんですけど、ちょっとわからないな。これはエリンギだと思いますね。美味しい。オリーブ。オリーブうまいっす。これラディッシュ。エリンギ、下の方にね、バジルとかも入ってるんですよ。これチーズと一緒にいったら絶対うまいやつですね。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。これはね、お酒飲みたくなりますね。編集終わるまで我慢しましょう。ちょっともったいないですね。スプーン等々がね、まだ来てないので、もう残すしかないですね。これは手掴みなのかな。いただきます。これは
ね、くるみとカシューナッツ、うん、めちゃくちゃうまい。こんなところでしょうかね。はい、非常に美味しいです。それでは前菜が届きました。こちらはね、ホタテ貝のジュレ、めっちゃ美味しそう。こちらが炙りハマチですね。こちらはですね、湯葉有馬に鶏ごま焼き、エビチ漬け、なんかの肝のゼリー寄せですね。まあ、ひとまずね、ちょっと私はエビが食べれないんで、これだけね、ちょっと外していただきますけど、こちらも非常に美味しそうですね。それではいただきたいと思います。これね、醤油です。それではいただきます。いや、ちょっとお刺身とかね、めっちゃ食べたかったんで、お刺身からいっちゃう。ハマチの炙り、いただきます。めちゃめちゃ麻油です。あー、美味しい。こちらはホタテのジュレ、どうやって食べるのが正解なのか分かんない。ホタテとジュレを、ね、一緒にいきます。いただきます。さっぱりしてて非常に美味しい。
味しいのはね間違いないですよね。ひとまずこれねちょっと買って食べれないんでしばらくほっといてから食べたいと思います。ということでビジネスクラスの機内食が非常に美味しいですね。それではですねちょっとね画面では映らないですかね、皆さんにねお見せできれば本当最高なんですけども、今ですねちょうど結構ねいつもより北寄りのルートを走っているということで、今 CA の方にですねお声掛けをいただいてオーロラが見えるということで、今反対側の座席に、ね、座らせていただいてるんですよね。で確かにですね肉眼で見るとですね白い筋のようなものがね確かに見えるんですよ。でまあ一般的にねオーロラって皆さん想像すると、まあ、いろんな色がねついている、まあ、きらびやかな感じをイメージされると思うんですけども、今見えているのはですね白いね帯状のものということで、ちょっとねカメラのセットをいろいろやってみたんですけど、残念ながらカメラにね抑えることはできなさそうなんですよね。でも確かにですね白い帯状のものはね肉眼では確認できるということで、まあ、私ね人生初めてオーロラを見たっていう感じなんですよね。非常に今興奮して撮影してるんですけども全然伝わらないですよね。で CA の方もですね約10年乗務されて、初めてねこんなはっきり見えたということで、こんなに綺麗に見えることはねなかなかないそうなんですよね。いやかなりねレアな体験をさせていただき非常に嬉しいですね。ニューヨークから東京へね帰るフライトこういうこともねあるそうなんで、外の景色ねチェックしていたりですね、気づいたらね CA の方も教えていただけると思いますんで、いやこれはすごいですね。皆さんにお見せしたかった、本当にもうちょっとね粘ってみますけどちょっと映んないかもしれないですね。それではですね今回もねビジネスクラス、まあ、私ね窓側で、で今こう真ん中の席なんですけども、ということでこっち側も空いているということで隣の隣も空いてるんですよね。でまだね CA の方のご厚意で真ん中使っていいですよということで、こちらでね寝床をね作らせていただきました。ひとまずね先ほど編集してて編集しててねそのまま寝ちゃったので、またね編集再開します。でですね今回こちらをねちょっと購入しましたので皆さんにご報告。はい、村尾です。これね有名な焼酎なんですけども、結構人気でね手に入らないやつが、まあ、この国際線のね免税品で買えるっていうのは結構有名なんですけども、まあ、私ねこれ飲んだことないんですよ。ずっと飲んでみたいなと思ってて、この機会ね ANA カードで決済すると 10% オフかな、 750ml で、3600円、もともと4000なんですけども、ANA カードの割引が効いて3600円ということでちょっとね購入させていただきました。荷物になるなとか思ったんですけど、結局隔離があってその後は公共機関で帰れないんで、おそらくレンタカーで帰る感じになると思うんですよね。ですんでまあちょっと荷物になってもいいなと思って購入しました。で今ね寝て起きてオーロラを見て今なんですけど、コーラをねいただいております。オーロラね本当に皆さんにねお見せしたかったんですけども、どうやらオーロラは肉眼で見ると白いみたいなんですよね。で写真に撮ると青かったり緑だったりっていうね色がつくみたいな、そういった感じらしいんですよね。まあ、オーロラね私初めて見ましたけども、本当に貴重なね体験をさせていただいて本当にありがたいですね。であとねこちら一応アメニティね紹介しておきたいなと思ってまして、まあ、中身はねファーストクラスの時と、なんかザ・銀座のなんかが入ってたと思うんですけど、あれ以外は全部一緒だと思うんですけど、これあれなんだ、この紙自体が匂いするんですね。物入ってねえなと思ったら、この紙自体がいい匂いします。でそれと、まあ、こちらはあれですね、耳栓、あやっぱり入ってる入ってる、紙だけじゃない、ちゃんと実物入ってました。
これアロマミストですね。これファーストクラス入ってなかった気がしますね。で、あとこれがリップクリーム、これもこの白ってやつのねメーカーと同じやつですね。で、アイマスク、あとは、あと歯ブラシ、はい、こんな感じになっております。まあ、この、これね、白、これファーストクラスだとザ・銀座のやつになってたんで、またね、リップクリームとか入ってなかったと思いますんで、またビジネスクラスとファーストクラス入ってるもの違うっぽいですね。はい、ということでアメニティはね以上になります。それではちょっとマスクをつけまして、今ねちょうど足を伸ばしている状態ですね。やはり若干足がつきますかね、175、6、7センチある私からすると。ですんでこの私ぐらいの身長だと、まあ、ちょっと膝を横に曲げるか、まあ、もしくはねこの体勢だとね足届かないですね。はい、ですんでザルームの方がやはりねちょっと狭めですね。ザスイートの方はね完全に足届かなかったんでね、はい、こんな感じになってます。で反対側はねこんな感じですね、はい、まああの横にねこのね横のスペースがねあるんで、これが本当にいいですよね。まあ、こうやって縦に寝ると、こうやって縦に寝るとね足ついちゃってちょっと窮屈に思われる部分はあるんですけど、こうやってね横になってこんな感じでね寝れる、そうすればねもう全然足も届かずゆったりね寝ることができるんで、これはやっぱいいですよね。はい、こんな感じになっております。まあ、その他ね、一応見ていきましょう。モニターがありまして、でここは机ですね。引いて広げるタイプですね。でここにね、これ一応何なの、ゴミ箱なの、まあ、一応スペースがあります。でここに開くと小物入れになってまして、下に HDMI、 AC と USB がありますね。ここにね鏡とかが入っております。あとはパスポートとか収納するっていう感じなんですかね。はい、でコードをつなぐとねここだけパカッと、まあ、これね自立はしないんですけども、こんな感じで開くことができます。で、まあ、これがリモコンですね。よいしょ、これ取らないとダメかな。はい、こういった感じでリモコンで操作することもできます。でこちらがリクライニングですね。今私はこの寝るボタンにしてるんですけども、こっちが離発着だったり食事、あとはもうお好みでね操作することができます。でこのボタンね、これはもう3段階で明るさが変わると、まあここはお好みでね全てそんな感じになってます。ここも3段階で変わると、3段階で変わるという感じになってます。で次にこちらですね、まあ、ザルームの特徴といってもあれじゃないと思うんですけども、今ねあのドアを閉めてますんで、まあ、半個祝日がね楽しめるっていう形になります。でこちら今ね閉めてる状態なんですけども、これね開けるときは手動なんですよ、こうやってよいしょ、はい、ですけども閉めるときは自動、まあ、こんな感じで利用することができます。右側ですね、上からこう下げる感じですね。で、そんなもんかな。でここにイヤホンジャックがあって、ザルームのいいところはねさりげなくねここに AC じゃなくて、これはイヤホンジャックと USB のねポートがあるんですよ。だからねちょっと寝ながらね携帯見るみたいなね、まあちょっと電波はねあれなんで、タブレットとかダウンロードしたものにはなりますけども、まあ、そういったものをね見ながらあのね横になれるみたいな、そういったこともできますんで、これもね結構考えられてるなというふうに思いました。こんな感じですかね。ビジネスクラスでねここまでの設備があるってねやっぱりすごいですよね。ファーストクラスでね個室なのっていうのは、まあ結構当たり前って言ったらあれかもしれないですけども、どこでもねあるサービスかなと思うんですけども、
ビジネスクラスでね、ここまで個室を楽しめるっていうのはかなりいいですよね。まあ私シンガポール航空、ニュージーランド航空、あと何だったエバー航空、ターキッシュエアラインズ、タイ航空、あとどこの方かな、まあ、結構いろんな、ね、ビジネスクラス乗らせていただきましたけども、半個室になれるのって本当に今どうなってるかちょっと詳しく分かんないですけども、ビジネスクラスでシンガポール航空もね本当にこんな感じの座席なんですけど、ドアはないんですよね。ですんでね、この ANA の、ね、ザルームね、かなり快適に利用できるのではないですかね。ぜひね、この東京ニューヨークだったりですね、長距離フライトでですね、このザルームね導入されているところをね、ぜひ利用してみてください。まあ、今のねパンデミックがもうちょっと落ち着いたらですね、ぜひまた利用してみていただければなと思います。私もね次はヨーロッパとかね行ってみたいなと思ってまして、まあ、ニューヨークをねまた行って、次、まあ、今回ねラグジュアリー系のホテルをねもうほとんど泊まりましたので、次はねもうカテゴリーが低いところからね泊まって、いかにコスパがいいねニューヨークホテルをね探す旅っていうのもねちょっと面白いかなっていうふうに思うんですよね。はい、ニューヨークには2万5000ポイントとかで泊まれるホテルが結構ザラにありますんで、4泊したって 10万ポイント、しかもそれで4泊泊まれば5泊目無料になるんで、実質10万ポイントで5泊できますんで、そしたらねかなりコスパのいい旅がねできるのではないのかなと思ってまして、次回はねそんな感じでニューヨーク行くのもねいいかなとも思っております。ということで私はねちょっと仮眠しちゃいましたけども、仕事をねまた再開したいと思います。いやね、このニューヨークからね東京路線って結構機内が寒いイメージなんですけど、今ね暑いですね。私普通にしたロンティーなんですけど若干汗かいてるぐらいですね。はい、ということで編集ね続き頑張りたいと思います。それではですね、今ねフライトあと6時間のところでガツガツね編集今させていただいているわけなんですけど、なんとね CA の方から今 ANA では、乳幼児の方、まあ、お子様向けですね、まあ、そういったサービスをねかなり強化しているということで、まあ、そちらねよかったら紹介していただけませんかということで、今お話をいただきまして、まあ、紹介していただけませんかっていうか、こういったサービスがあるんですよみたいなね、まあ、そういったお声掛けをいただきまして、まあ、そちらね見せていただけるっていう風にね今声をかけていただきまして、いや非常にありがたいですね。ぜひねどういったサービスがあるかっていうのはね皆さん知っておいていただけるととてもいいかなと思います。いやこういったお声掛けはね本当に嬉しいですね。それではですね、今ね CA の方に用意していただきまして、このサービスすごくないですかね。乳幼児をねお連れの方はこういったねサービスがお恥ずかしながら私もね知りませんでした。これ全部輸入食で、まあ、お菓子、おもちゃ、飲み物、まあ、ジュースと麦茶ですねあるんですけども、こちらね、まあ、数に限りはあるんですけども、無料でね利用することができるということで、まあ、こちらね国際線のみにはなるわけなんですけども、皆さん知っておりましたかね。私ね1年半前ぐらい、まあ、ちょうど2年ぐらい、あもう2年経つかな、ハワイにね2019年もう2年経ってますね。その頃ね行ったんですけども、もうその頃からねこういったサービスってあったらしいんですけど全く知らずにおりました。いやね、ここのスプーンとかこれ粉ミルクで、おむつで、こちら哺乳瓶、まあ、数に限りはありますけども非常に手厚いサービスですよね。こちらねクラスに関係なくね利用することができるっていう風になっておりますんで、ぜひね乳幼児のお連れのお客様でですね国際線乗られる方はぜひ聞いてみてください。一応数に限りがあるということですんで、まあ、もしかしたらねない場合もあるかもしれないんですけども、いやこれはねすごいですよね。リフレットだけですねちょっとね説明がございますので、ちょっと CA の方にね説明だけさせていただきます。で他はねちょっと映すことはできないので
声だけですね、特別室で、ね、お願いしましたところを開拓していただきましたので、説明だけ、ね、していただきたいなと思います。それではですね、こちらの、ベビーベッドなんですけども、市営の方に、ね、説明をしていただきます。はい、こんにちは。こちらが乳幼児のお客様向けにベビーベッドを機内でご用意しております。こちらのベッド、機種にもよるんですけれども、こちらはザルームという機材でございまして、付けられる座席に限りがございますが、はい、このような形で今日は取り付けを撮影していただいております。こちらに頭をこう乗せていただくように。これも機種によって頭の位置が違いますね。はい、あ、そうなんですね。そこは客室乗務員から、はい、説明があると思いますので。はい、すごいサービスですね。一応こちら の, ガーゼも内野様のガーゼを使用していまして、こちら見えますか。あ、大丈夫そうですね。はい、はい、こちらも肌に優しいガーゼを使用しています。すごいな。はい、あとこちらをご使用いただく際にはシートベルトを着用していただくことになっておりまして、このような形で体を固定していただくようになります。いや、シートベルト着用以外の時はずっと使ってられるっていう感じなんですかね。はい、あと飛行機が空港に向けて降下を開始したりですとか、はいはい、あと離陸の時にはお使いいただけないんですけれども。じゃ、それ以外の時には基本的には使ってられる。はい、いやー、いいですね。はい、こんな知らなかったですね。はい、皆さんね、知っておりますでしょうか。ぜひね、国際線利用される方はですね、まあ、機種によって利用できたり利用できなかったり等々があるかと思いますけども、機種の方にね、ぜひ聞いていただいて利用してみていただければなと思います。そうですね、あとご予約時に予約センターにご確認いただきます。そうですね、あとチェックインのカウンターでもご質問をお受けできますので、ぜひ利用してみてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではまたお声掛けいただきまして、今ね、ビジネスクラス私ないと思ってたんですけども、パジャマのレンタルサービスですね。こちらね、昔調べた時にあって、最近見ないなと思ってたんですけど、あれですね、ビジネスクラスの場合は持って帰ることができないんですよね。ですので基本的にお声掛けで言っていただければね、出していただけるということで、持ち帰ることはできないんですけども、利用することが、ね、できるんですよね。いや、ファーストクラスは持って帰れるんで座席に置いてあるんですけども、ビジネスクラスは、ね、持って帰れないということで、デザインが違うんですね、ビジネスとファーストと。ファーストのやつもね、私今普通にニューヨークの旅行でパジャマにさせていただいてましたけども、非常に着心地が良くて、これもめっちゃ着心地が気になる。だけどね、あともうフライトね、3時間ぐらいしかないんですよ。だからちょっと今回はね、着ることちょっとできないかなと思うんですけども、まあ、こういったサービスがね、あります。またですね、皆さん知ってましたか、これ青竹踏み、これ足の血行ね、まあ血行悪くなるじゃないですか、ずっと座ってると。ですんでね、これね、言えば、まあ、座席だったりですね、まあ、座席だとまあエコノミーだと辛いと思いますんで、まあ、こういったね、ギャレーとかでやらせていただけるっていう風になりますんで、これはね、知ってる方少ないんじゃないかな。私もこのサービスは知りませんでした。で、まあこれね、多分10中8句頼んだらはいみたいな感じになると思うんですけども、これね、一応全機材にね、搭載されているらしいんで、ぜひね、まあ、国際線のみにはなりますけども、聞いてみてください。あとこちらですね、こちらはですね、エコノミークラスでサービスされているお菓子、ポテチ、せんべい、バナナということで、こちらね、ビジネスクラスでもこちら注文することができるということで、これもね、結構知らない方ね、いらっしゃるかなというふうに思いますので、まあ、こういったね、スナック類もビジネスクラス、エコノミークラスでもね、利用することができますんで、気になる方はですね、ぜひ利用してみてください。昔はですね、このパンデミックになるまではこういったギャレーにね、
置いてあって、それをねフリーで取っていただく、まあ、そういった形だったみたいなんですけども、やはりね今は不必要にか集まることをねしないでくださいって、まあ機内アナウンスでも流れますけども、まあ、そういったこともありますので、今はリクエストに応じて渡すみたいな感じで、ビジネスクラスにはこの見本すら置いてはありませんので、言っていただければね出してくれるっていう風になりますんで、国際線ねビジネスクラス利用される方はですね、こちらねちょっといただきたいっていう方はですね、ぜひ声をかけてみていただければなと思います。いやね本当にねいろいろ教えていただき、本当にね楽しいフライトになっております。いやありがたいですね。いや本当にパジャマもっと早く知りたかったらね着替えたかったですね。なんでだろうね、いつからかパジャマっていう存在を忘れてましたね。うん、昔はあったのは知ってたんですけどね。で昔から確かにセットはされてなかったんですけど、なんででしょうかね。ということでね、パジャマと青竹踏みとスナックのサービスですね、紹介させていただきました。それでは今ですね、ちょうどロシアら辺をね飛行してるんですけども、ちょうどねカメラのレンズからもお分かりいただけると思うんですけど、月がね見えておりまして、なんとも幻想的な風景が続いてます。このね日の出みたいなこの感じの上にね三日月がさっとある感じでね、非常に綺麗ですね。ちょっと見た瞬間に思わずねカメラを回してしまいました。いやめっちゃ綺麗。それではですね、ちょっとね休もうかなと思ってるんですけども、このね目覚めの明かりっていうのがありまして、朝日がね昇るように光が変化しながら徐々にね明るくなって目覚めをサポートしてくれるということで、このザルームのね新シートにはこういうのも設定されてるんですよね。あとこれね45分に設定されてますんで、設定した30分前になるとライトがね点灯が始まるようになるということで、いやこんなのもあるんですね。ぜひねこちらも気になる方はね利用してみてください。あとですねノイズコントロール機能ということで、シートポジションがねベッドモードの時にですねノイズコントロールっていうねこういった機能もあるんですよね。こういった感じでねベッドポジションでヘッドホンね利用していただくと、ノイズコントロールがね利用できるということで、だからまあ寝ながらね映画とか楽しまれている時に集中してね見ることができるっていう形になってるんですよね。いやこれもねいいですね。全然知りませんでした。ぜひね利用してみてください。ということで私はねちょっと休みたいと思います。それでは到着前の、ね、機内食ということでサービス始まりました。でね、ありがたいことにですね、CA の方がですね、おすすめしてくれるということで、食べ物はですね、ラーメンとチーズフォカッチャお願いしたんですけれども、飲み物はね、CA の方のおすすめをね、いただけるということで、私はね、お酒全然わかんないんでありがたいですね。ということでまずこちらはシャンパンですね。デュエルルアロブリュットレゼル。こういうって分かる方がいらっしゃるかちょっと分かんないですね。いただきます。うまいです。シャンパンは何でもうまい気がして。とりあえずですねおすすめのねワイン、白ワイン2つですねいただきました。まあちょっとね説明はねテロップ出しておきますのでそちらをご覧ください。ということで、ラーメンとチーズフォカッチャです。ちょっとね、チーズフォカッチャが思った以上に大きくて、ちょっとライト、ちょっとね、チーズフォカッチャが思った以上に大きくて、食べきれるかな。でも頑張って食べましょう。せっかく注文したんで。ということで、いただきます。機内の乾燥がすごいですね。声が枯れてると思うんですけど、ではいただきます。
なにいろいろしてもらって申し訳ないな。お仕事とはいえありがたすぎます。あーこれうまっ。めちゃくちゃうまいですね。チーズホカッチャもいただきましょうかね。これちょっとかぶりついちゃった方が良さそう。これチーズとチキン、うん、これめちゃくちゃうまい。これカップ麺だと思うんですけどめちゃくちゃうまいですね。具材たっぷり、めちゃくちゃ揺れてる、怖いよ。また揺れてきましたね。すぐ収まってくれればいいんですけど、ちょっとお酒怖いですね。いや非常に美味しいですね。いただきます。こうやって飲み比べてみるとやっぱり全然違うんですね。うん、美味しい。あとね2時間ちょっとぐらいでね羽田空港着いちゃうんで、もうちょっとねビジネスクラスゆっくりね楽しみたいと思います。はい、めちゃくちゃうまいですラーメン。ということであとね15分ぐらいでね羽田空港着陸となります。いやー本当に終わってしまいますね。いや今回のフライトに関してはね本当に CA の方はね本当によくしていただいて本当にありがたい限りでしたね。でですね、どんな感じになるか正直ね全然わからないので、着陸した後多分待機所みたいなところで待ってホテルに移動してみたいな感じになると思うんですけども、まあ、ちょっとねどんな感じで動画撮っていけるのかわからないんで、ちょっとね不自然な部分もね出てきてしまうかもしれないんで、まあ、その点はねご了承いただければなと思います。ひとまずね、3日間の隔離がねこれから待っておりますけども、しっかりね行っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、羽田空港に到着しましたね。これからどうなるのか全然わかんないですけども、ひとまず言われた通りにしましょう。いやー帰ってきましたね。やっと国際線で見れましたね。いやーこれは嬉しい。いやー無事帰ってこれて嬉しい気持ちと、やっと海外に行くことができたっていう喜びと、また行けるぞって思う気持ちでいっぱいですね。今からコロナテストを、そうですね、COVID テストを受けて、その後どうなるかっていうところみたいですね。まあすごい変な感じ。このほど動いてない
ウェブの質問票をやるんだ。あ、ここから撮影禁止です。止めます。それでは今はですね、手荷物を取ってこれからね、バスで、隔離のねホテルに移動する感じですね。今9時、今10時ぐらいなんで、到着したのが確か6時半ぐらいなんで、だいたい到着からホテル移動決定までが3時間半ぐらいかかる感じですかね。個人的にはね、もっとかかると思ってたんで、ありがたいですね。いや本当にね、ブースもねすごい多くて、日本の対応本当すごいなっていう感じですね。では行きましょう。ありがとうございます。するとき来たとこですね。こっから上上がりました。いやもうみんな疲労困憊してますね。いやそりゃそうですよ。14時間半のフライトからの3時間半ですからね。もう多分ほとんどの人はニューヨーク便だと思うんですけど。あでも全部が全部じゃないのよ。それではバスに搭乗しました。ちょっとね、どこに行くかも全然知らないんですけど、どこのホテルなんですかね、まあ、これもお楽しみっていう感じでいいんでしょうか。ひとまずね、バスが動くまで待ちたいと思います。それではですね、無事このね隔離ホテルに到着しました。今回私ね、利用するのは、アパホテルの両国っていうところに、今回ね3日間お世話になります。で今回ですね、ニューヨークから羽田空港までザ・ルームでね来ましたけども、いやねめちゃくちゃ良かったですね。はい、本当に良かったです。ザ・スイートもね本当に良かったですけども、ザ・ルームもね本当に良かったですね。またですね、今回ねかなり利用者が少なかったっていうこともありまして、 CA の方とね結構お話しさせていただいたり、 CA の方に提案していただいたりですね、またねめったに見られないねオーロラとかもね見ることができて、非常にラッキーなフライトでしたね。いや本当にねありがたい限りですね。でこの羽田空港に到着したのがですね、だいたい6時半ぐらいなんですよね、午後ので。ね、今このホテルに到着してるのが12時過ぎということで、まあ、大体ね到着してから5時間半ぐらいね、時間がかかってこのホテルにね、まあ、今一応自由になったっていう感じで、まあ、お風呂入ったりねすることができるわけなんですけども、いや本当にね日本の水際対策の徹底さと、またね各ブースに回ってって最終的に待機でホテル移動みたいな感じになるんですけども、各ブースね数人から十数人の方が待機されていて、いや本当にねありがたい限りですね。こうやってね帰国者の方であったりですね、外国から来る方にね対応してるんだなというふうに思いまして、本当にね多分何百人単位でね動いてんだと思います。いや本当にね感謝しかないですね。でまたですね、本当にねこれがスムーズにいって、その最後ね待ち時間みたいな感じになるんですけど、各ブースでねそこまで待たされないんでね、そこでねストレスをたまらないっていうのはね非常にすごいなっていうふうに思いました。まあ、最終的な待ち合い場所で、まあ、2時間3時間ぐらい待ったのかな、まあ、検査がありますんで PCR の唾液検査なんですけど、それの結果がね出るまでちょっと時間かかるんですけども、まあ、私はね仕事してたんで結構一瞬だったんですけども、まあそこのね時間帯はまあ、しょうがないかなっていうのと、またねそこからホテルにね移動するバスの待ち時間とかね、まあその他もろもろあるんですけども、まあ、そこら辺がねちょっと時間かかりましたけどもね、いや私としてはですね、先日成田空港のねニュースとかで10時間とか8時間とかそういった時間帯もっとね待たれてる方いらっしゃいますんで、そう思うとですね、いや羽田空港ねかなりスムーズにね運用されてるんじゃないかなというふうに思いました。またね羽田空港の場合はね
あの充電スポットとか、まあ、座席っていうか、まあ、あのソファー、ソファーっていうかな、座るところ、はい、非常にねたくさんありますし、またね横になったりもすることできるんで、あの寝ようと思えばね、そこで寝ることもできますんでね、非常にね利用しやすいなというふうに思いました。でですね、この後のね詳細についてはね、次の動画でね紹介したいなというふうに思いますので、一旦ねここで動画を終わらさせていただいて、またね次の動画で見ていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。